いい感じに連発できています。プリミティアープレイヤーエールです。今回は電動ライフルを作ってみようと思います。歯車とモーターを組み合わせて、いい感じに連発できる実用的な武器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは歯車からですね。これくらいの小さい補修材のかけらをきれいに円形に貼り合わせていくことね。よし、いい感じの歯車ができました。全部で18個のかけらを組み合わせているので、細かく噛み合ってくれそうです。次は、こちらの歯車と噛み合う、小さな歯車です。かけらを4つくっつけて作ろうとしましたが、これなら、四角いかけらを1つ使った方が良さそうです。この状態で、噛み合わせてみると、うまく噛み合っていませんね。これだと、綺麗に回りそうにないのね。こんな感じで、5つのかけらを組み合わせることね。星型の歯車にしました。これなら、うまく噛み合ってくれるんじゃないでしょうか。うん。さっきよりもスムーズに回ってくれています。こちらを、モーターを使って回してみると、星型の歯車は、速すぎて止まっているように見えますが、回転数を測ってみると、小さな歯車は 480rpm くらい、大きな歯車は 130rpm くらいで回ってくれていました。回転を遅くして、円形に並べた玉に引火できるようにしたいので、複製した歯車をさらに組み合わせることね。回転を遅くしてみましょう。こんな感じで、4セットの歯車を組み合わせた状態で、モーターを回してみると、あれ？途中で歯車が空回りして、4セット目の歯車が、まともに回っていませんね。回転が遅くなりすぎると、うまく噛み合わなくなるみたいです。そこで、歯車を1セット減らして、まともに回転する程度に、とどめておきましょう。よし、これくらいの速度なら、問題なく弾を発射できそうです。歯車の回転数を測ってみると、10rpm くらいと、かなり減速できていました。どれくらいの力に耐えられるか試すために、プラスチックの板をつけると、よし、ちゃんと回ってくれました。でも、そこからさらに、ロケットエンジンをつけると、耐えきれなくなって、持ち上がりませんでした。なので、最後の歯車同士の距離を、わずかに詰めて、もう少しだけ、噛み合わせを強くしましょう。こちらを回した状態で、ロケットエンジン2つをバランスよく取り付けると、回ってくれました。でも、180度回った後、止まってしまいます。それでも、これくらいパワーがあれば、弾を撃つのには問題なさそうなので、続いてマガジンの部分を作ります。弾として使うのは、こちらの、タングッセンの刃を飛ばす弾丸です。周りと後ろに、物体を貼り付けることね。反応を防止する仕組みなので、低反動で、威力も高いですね。こちらの弾を、こんな感じで、放射状に8発、ベアリングの軸の周りに取り付けます。よし、マガジンができたので、このまま火を近づけて、点火すると、
おっと、反動で暴れてしまっています。多分こうなる原因はベアリングの軸の方に玉がついているせいだと思うので、ベアリングの軸ではなくガーリングの方にくっつけ直しました。この状態で火をつけてみると、よし、反動でぶれることなくマガジンの弾を順番に発射することができています。いい感じに発射することができたので、こちらをさっき作った歯車の仕組みと組み合わせましょう。モーターを回してマガジンを動かしながら点火すると、たまに反動が発生しますが、適切なタイミングで点火して発射することができました。これなら優秀な武器になりそうです。早速ここからタングステンとバッテリーを使った点火の仕組みを追加していきましょう。前方のグリップを後ろに引くことで、点火用と回転用の2種類の配線に同時に通電するようにします。よし、仕組みはできたので、地面に固定したまま動かしてみると、熱くなったタングステンが導火線の焦がした松ぼっくりに近づくことで、その場で点火して弾を発射することができています。途中不自然な爆発はありましたが、8発全部発射し尽くすことができました。もっと狙いやすいようにシンプルな照準器を取り付けたら電動ライフルの完成です。早速手に持って撃ってみると、あー、いい感じに連発できています。わずかな反応が発生することがありますが、連射速度が遅いので、次の弾の狙いをつけるのも簡単です。これなら遠くの敵にも簡単にダメージを与えることができそうです。向こうの木を狙って撃ってみましょう。バシバシ当たってますね。この銃が今までの銃と違うところは、途中で手を離せば発射を止められることです。これなら離れたところにいる複数の敵も移動しながら狙うことができそうです。でも、止まったものを狙うのであれば、そのまま打ち切った方が効率的ですね。バシバシ打ちまくって、いい感じに木を破壊できました。小さな木を狙ってみても、連射速度はゆっくりで、一発ずつ狙える余裕があるので、かなりの命中率で、複数の木を破壊することができました。そして、ドローン工場の壁で、威力を確かめてみても、かなり離れたところからの射撃でも、順調に耐久力を削って、破壊することができました。今度は、風力発電機を狙ってみましょう。これだけ細い的でも、かなり狙いやすくて、いい感じに弾が当たるので、丈夫な柱が相手でも、破壊することができました。結構ダメージにムラがありますね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、電動ライフルで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速狙って撃ってみると、距離も近いので、弾がいい感じに当たって、ザコキャラを吹き飛ばしています。そのまま撃ち続けて、それなりの数のザコキャラを破壊できました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。照準器を覗きながら、左手でグリップを引っ張ることで、タングステンとモーターに通電して、点火と次の弾を送る動きを同時にやってくれます。次々に発射して、
いい感じに打ち尽くすことができました。では最後は先端にガラスの針をつけることね。イエロースライムに効くようにしたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことができるんでしょうか。早速離れたところから狙ってみると、命中はしますが威力不足ですね。これでは全部当たったとしても倒せそうにありません。それからも徐々に距離を詰めながら撃ちまくっていきましたが、至近距離から全弾命中させても破壊することができませんでした。しょうがないので弾を撃つのではなく銃を持ったまま突撃することで先端のガラスを突き刺しましょう。いきますよー、おりゃー、やったー、13848 ダメージ。巨大スライムを倒しました。突撃した瞬間スライムの方向に弾が弾かれて大ダメージを与えたみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。うん、いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた電脳ライフルさんにもおすわけしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。